コンタクトはネイティブインストゥルメンツが開発したソフトウェアサンプラーである。2002年ドイツのネイティブインストゥルメンツ社によって開発、販売され以来バージョンアップを続けているソフトウェアサンプラーである。現行製品はコンタクト6。大容量ファクトリーライブラリーを備えネイティブインストゥルメンツとして多数のサンプルライブラリーを提供するほか サードパーティーからも数千種という多くのサンプルライブラリーが販売されソフトウェアサンプラーとして代表的な存在となっている。また自分でサンプルプログラムを作成することも可能である。マッキントッシュおよび Windows でスタンドアイロンとして動作するほか代表的な DAW においてプラグインとして動作する。64ビット動作に対応している。2002年 コンタクト最初のリリース。同時発音数256音、16、パートマルチティンバー、1ノートあたり、最大128レイヤー、テンポ同期の l ー、エンベロープジェネレーター、1サンプルあたり、最大8つのループポイント、17種類のフィルタータイプ、多数のエフェクト、スタンドアローンモードでは32の、仮想オーディオ出力、 標準で 3GB を超えるサウンドサンプルの付属など、高品質、多機能なソフトウェアサンプラーとしてリリースされる。プラグインとしては、ダークテックス、ダードコネクト、VST、マスに対応。2003年、コンタクト1.2リリース。サウンドサンプルをハードディスクから直接再生する DFD モードに対応、より大きなサンプルサイズを扱うことができるようになった。 その他、リリーストリガーに対応、単一ノートナンバーに複数のサンプルを割り当てるサンプルグループなどに対応し、表現力が向上。他、2005年、コンタクトにリリース。CPU、RAM への負荷の軽減、マルチプロセッサマシンでの処理改善などパフォーマンスの向上、サウンドバンクの読み込み時間の短縮、他社製のサンプルフォーマットとの互換性向上。 サンプルの音程を異常した時に発生するアーチファクトを除去し高音質化を図るハッキーモードの搭載リミッターコンプレッサーなど複数の新エフェクトの搭載サンプルプログラム内で複雑な処理を行うためのスクリプト言語 KSP の搭載か、2008年コンタクト3リリース GUI の改善サウンドごとに固有の重要なパラメータを グループ化したディスプレイの追加、新しいフィルター、アンプ、スピーカーのシミュレーション、コンボリューションリバーブなど、複数の新エフェクト、オーケストラ、ワールド、ヴィンテージ、バンド、シンセ、アーバンビートなど幅広いジャンルで、多数のサンプルバンクをファクトリープリセットとして追加、他、2009年、コンタクト3.5リリース、64ビットスに対応。 6 4ビットメモリアドレッシングへの最適化、マルチコアプロセッサ、マルチプロセッサシステムに最適化、ミディラーン機能の搭載、他、2010年、コンタクト4リリース、GUI の改善、サンプルグループ単位で様々な処理が行える EAT の搭載、FFT フィルタを使用し、複数サンプルをモーフィングする、ベロシティモーフィング、アーティキュレーションモーフィングの搭載、 プリセットブラウザーの再設計 10GB に及ぶ新たなサンプルライブラリーを加え 43GB を超えるファクトリープリセットほか、2012年コンタクト後リリース多数のフィルタータイプの追加サンプラーエンジンを再設計し音質の向上や複数のアルゴリズムへの対応各種エフェクトの追加単一ノートでターン、ループ グルーブ再生など複雑な処理をするインストゥルメント作成が可能になるミリファイルプレイヤーの搭載音声を複雑にルーティングできる16バスのミキサーシステムアクス形式のプラグインに対応16種類のクラシックなシンセサイザーとキーボードのサウンドをサンプリングしたレトルマシーンズ MK2 をファクトリープリセットに追加ほか2018年コンタクト6リリース 新たに搭載された Wave Table ンジンを活用したプレイシリーズインストゥルメンツがファクトリーライブラリーとして追加。ディレイ、リバーブ、e を含む5種のエフェクトを追加。クリエイターツールズと呼ばれるライブラリーやインストゥルメント開発のワークフローを向上させるスタンドアローンアプリケーション2種を同行し、ユーザーのオリジナルプリセットを作りをサポート。他、2021年、 コンタクト6.6リリース。VST3 形式に対応し、クレーターツールとの連携を強化。また、このバージョンより32バイティビストに形式は提供されない。コンタクト4の時点で 43GB という大容量のファクトリーサンプルライブラリーが付属している。この内容は大きく、バンド、クワイア、オーケストラル、シンス、アーバンビーツ、ヴィンテージ。 ワールドと分類されていて、クラシックから映画音楽、ロック、ポップス、ジャズ、テクノ、ワールドミュージックなど後半に対応している。コンタクト5では同じ内容のファクトリーライブラリーに加え、新たにレトロマシーンズ MK2 がコンタクト6では、ウェーブテーブルエンジンを活用した3種のプレイシリーズ、インストゥルメンツが無償ライブラリーとして提供され、総容量は 55GB を超えた。 コンタクトプレイヤーは、コンタクトの簡易版であり、無償提供もしくはリアクタープレイヤーやギターリングプレイヤーと共にコンリートエレメンツとして販売されるほか、市販されているコンタクト対応ライブラリーのプレイバック用として添付される。現行製品は、コンタクトプレイヤー5。当初はライブラリーに紐付けられた形で添付されていたが、2以降は、他のライブラリーも使えるようになった。 3以降、コンタクトの体験版も兼ねて無償提供された。コンタクトの体験版として使う場合は30分の使用制限があるが、コンタクトプレイヤーの添付されているライブラリーは無制限に使用できる。追加できるサウンドライブラリーとして、ネイティブインストゥルメンツのほか、サードパーティーからも数多くのものが発売されている。以下に主なものを挙げる。ありがとうございます。